叱らないでやっていただけませんか。わかりました。そのポケットのフラップ、はい、わざと中に入れてらっしゃるの。パパー、まだ帰ってこないんですか。ふたち、おしゃれして待ってるんだけど、寝ないでパパのこと待ってるんだけど、まだ帰ってこないんですか。私頭にピンチ来てもらったのかいいでしょ。そうでしたか。もっとも僕はいつも気にしているわけではありません。パパ、早く抱っこしてください。工事課だったとお聞きしていた。こんばんは、ゆずくだよ。今ね、お風呂入ってね、風呂上がりのいっぱいやってね、今スワドル着て休憩してます。今日ちょっと寒いからね、お腹冷えないようにね、ママがこれ着せてくれたの。このスワドルね、すごいんだよ。私の名前入ってるんだよ。ほら見て、みんな見て、四十九ってママが入れてくれたの。かわいいでしょ。でもちょっとね、私にはもうぴったりでね、すぐ着れなくなっちゃいそう。私ちょっとお腹周り太めだから、腹巻きもしてるんだよ私。今日なんかお腹ゲリゲリだったからね、ママが腹巻きしてくれたの。今日はたくさん寝ましたよ。私お肌チュルチュルになったのよ。かわいいでしょ。みんなおやすみ。四熟でした。